春日山田王女古市高屋寮廃所、高屋八万三古墳は、大阪府羽曳野市古市五丁目にある古墳。形状は、前方公園墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、古市高屋寮として、第27代安官天皇皇后の、春日山田王女の御捧ぎに事情されている。 標高約30から40メートルを測る独立丘陵上に位置する。古墳の現状は一辺が約30から40メートルので高さ7.2メートルの方形状の墳紀を呈しているが、周辺の発掘調査により、元来は前方後円墳であることが判明している。中世に高谷城の築城あるいは落城の際に破壊、作兵された可能性が高い。 高谷八万三古墳の北西約250メートルに高谷月山古墳が同一丘陵上に存在する。領母として区内町によって管理されている原存部分の周辺を大阪府、羽び野の市教育委員会によって発掘調査されており、本来は墳丘町85メートルで集合を有し、前方部を北側に向けた前方公園墳であることが確認されている。 発掘出土調査による出土遺物は遠筒、朝顔形埴輪や、家、人物の継承埴輪が出土している。遠筒埴輪は、無くろ縁で、派生室のものと末室の両者が並存している。また、この古墳周辺一帯を所有していた江戸時代から、続く旧家には、画文体新住居一面、琥珀玉一点、近藤聖職里破編、 鉄拳破片数点が所蔵されており、この古墳湿度の異物である可能性が高い。湿度した円筒埴庭により、古墳時代後期の6世紀初頭前後が推定されている。ありがとうございます。